はい、毎度です。今ね、背中トレ終わったんですけど、今が二頭筋トレーニングなんですけど、いつもね、二頭筋トレーニングどんなのしてますかっていう質問が多いんで、今日はね、まあ二頭筋の動画いっぱい出してるんですけど、まあまだ出していきたいと思います。はい。ちょっと前まではダンベルとか使ってたんですけど、また戻って、一番最初と同じになりました。このね、チンゲバー。このチンゲバーを使って、普通にカールしてるだけです。はい。ほんで、まあやっていきましょうか。やっていきましょう。最近はね、ちょっとね、上まで上げるようにしてます。これが合っているのかどうかは知らんけど、なんか上でグッてやることによって、すごい、こう、なんていうか、いい感じだと思います、僕は。OK。まあ、LA ではね、3セット以上するとですね、まあ、ミスター、ケッターワイズマが、降臨してきてですね、ダメだって言われますので、気をつけましょう。あと、インターバルは、特に測ってません。僕、インターバル全部測ってません。もう適当です。次、2セット目。今日ね、気をつけてることは肩がすくまないように、これだけは気をつけましょう。僕の最初の頃にやってた動画はむっちゃ肩すくんでたんですけど、その肩をね、すくまんくするようになって、すごいね、二頭筋に効くようになりました。あと、無駄に重い重量が扱われへんようになるから、腰に対するなんか負担みたいなのも減るから、やっぱりね、ちゃんとしてないやり方でやろう。ちゃんとしてるかどうかはわからないですけど、昔よりかはマシになってる。で、あと、腕回り何センチありますかっていう質問がよくやってまいります。腕回りはですね、今ね、パンプした状態で42ぐらいですね。ノーパンプで41ぐらいです。はい。よし、よ。ちなみに、ね、僕こんな風にね、しっかりと説明してますが、このズボン、お気づきですかこれ。前と後ろ反対なんですよね。なんかおかしいなと思って。なんか後ろがスースーするなとか思ったら反対でした。いいんや、いいんや、やろう。よし、行こう。3セット目。いきます。ここでもうね、すべてはもう決まりました。これで終わりです。けどね、やばいね、トレーニーというのはですね、非常にですね、なんていうのかな、これで本当にいいのかなと思いますので、あともう1セットします。ほんまこれがね、すごいね、効きます、僕は。しっかりとね、パンプもするし、いい感じです。もう背中トレーニングの後やから、こんな感じですけど、腕だけの日やったらもう、2セットぐらい多い。背中トレーニングの日は、もう二頭筋ちょっと使ってるから、もう少なめでやってます。あと最近は前腕トレーニングはしておりません。手首痛めてからね、ちょっとやってないです。最近ちょっとまた手首がやばくて、手首と肘かな、ベンチしてた時160とか挑戦するようになって、結構重たいので神経鳴らしていってたんですよ。ほんなら、なんかね、こう上げる時にね、なんていうかな、ここ、電気が走るのピクピク。痛いわけじゃない。ただ電気がブチブチみたいな、ブチブチみたいな、なんかもう、そんななんか、ピクピクってするんですよね。それからなんかすごい嫌で、ちょっと、いたわろうということで。とりあえず160はできたんで、まあできてはないけど、まあ、OK ということで、またね、もう多分、あこ以上は上がらないんですよ。僕の経験上。じゃあまた、地道にね、筋肉を増やすトレーニングに変えて、またそれをやっていって上がってきたら、また重さに慣れていって、次165とか上がるようにしていこうと思います。とりあえず上げるトレーニングはね、もうやめとかんと、これ以上やっても上がれへんし、怪我するだけやしっていう感じでいきます。いくよ。
ガはい、ということでね、以上これがクソセバの二頭筋トレーニングでした。もうね、これだけでもこんな感じでパンプしますんで、外人がさ、こうやってシタタシタかっこいいのにさ、僕がやったらさ、なんなん、この違い何、この違いは何ですか。こうしたらどう、ほら、顔を遠ざけたらほら、顔ちっちゃく見えるでしょ。もう悲しくなるんで、さよなら。本日もありがとうございました。誰が顔でかいね、誰が顔でかいね。